080金融とさ、要するに私たち電柱広告ってちゃんとお金払ってそのきちんとしとるやない。あのこんなことするとこうやって矢印のところに貼ってこれ剥がれんだ。あのまだこの辺とか貼るならいいっちゃけどここに貼るとよ。不必要やろ。でここに電話してももうそのあれじゃん、あのまともに電話取ってくれんじゃん。で、あの電柱広告の会社に言ってから剥いでもらうようにしよっちゃけど、なかなか追いつかんだこれが。607号線この頃多いですね。ちょっとこれ言うんじゃなかったです。もうなんていうの、電柱広告自体街の美観がどのこのってコツとか気にしておるのに、こんなことされたら余計汚いと思う。うん、だってこれうちの広告、うちの広告駅の前よしかも。って言って必ず半分こういうふうな子供の飛び出しに注意とか、あの脇見運転気をつけてくださいとかなんかとかいうのちょっとこうあの法的なことをちゃんと半分は入れるようにって約束ことがあって、今電柱広告ってこんなのがあったんだね。ないよなんて、だってコロコロ変えるような電話でこんなシールあって何の意味があるからね、もうバカじゃないかよ。勘弁してくれって感じよ、ほんと。自分たちがやりようことで、あのこの電柱広告ってほんと町の景観には良くないな。だけど、あのなんていうかやっぱちょっと聞いて気にしちゃうわけじゃないけん、ある程度必要よねって思うけど、ほんと店の近所だけにほんとしたじゃん。でもそれでも店の近所でもこんなことでペラペラって貼られたらね、もうちょっとまだね、まだ前の方がね、その貼り方とかなんかがね、少しはまともやったよ。ちょっとは考えてあった。あのこんなむちゃくちゃじゃなかった。この頃ひどすぎる。あの、でさ、私多分ね、ジャンポール・コルチェの話をした時に多分シックスセンスって言ったと思ったけど、ごめん、あのフィフスエレメントやけ。で、これ作品自体はもう大したことない B 級っていうか、あんまりいい映画とは言われてないけど、フィフスエレメントに出てくる。あの、すみません、間違ってました。それと、あの昨日いきなり外国、あのあれ、なんか肋骨的ってスケルトンって言うけど、スケルトンってあの骨組みとかいう意味で、あの骨で言ったらあの骸骨やけ、あのリブって言わないからな。あれね、すみません、あの慎んで訂正させていただきます。じゃないと、だって私がシックスセンスって言ったけん、あの篠倉君とかその後すぐ伝えて借り取っちゃうわ。だっけシックスセンスに出てこいやって多分思っとったと思っちゃう。だから勉強嬉しいと思うわ。ちょっと私がだって伝えて100円で借りれるっちゃろ。うん、だけど彼はあの伝えて借りるということが動線なんかあるみたいで、私が言ったけんと思っちゃうけど、すぐ帰ってみる。ただのホラー映画だよこっち。かわいそうに、かわいそうに。でこれはね、ちょっとね、あのテレビでは放送できんぐらいちょっとこう、ちょっとあのピンクなシーンがあるもんですから、これテレビで見るって実はカットしちゃったんですよ、実はこれ。これ映画館で見るとかなりあの、だけどそれこそボンテージが出てくるぐらいの、あの、とりあえずジャンポール・ゴルチェの世界な、あ、これゴルチェやね、みたいなあのコスチュームだったんですよ。あの内容的にはあのあまり良くないみたいに書かれとっちゃうけど、その見た目の、ゴルチェさんの世界だなみたいなのが分かりやすいあのモンテージだったの。あと将来ことだけ頭に入ってるね。そのくらいでスケルトンとリブが頭に入ってない。でさ、これをさ、だんだんしよったらさ、あのね、あの韓国の人とかさ、この外国の人からこうアップローチっていうか、なんかコメントが入るんだけど、もう分からんだ。なんかどうしたらいいのかな、ちょっと私こう、すみません、日本語オンリーなんです。
で、この人とこの人とかもなんかね、あのお友達になってくださいって書いてからこんな人にされてたけど、でもなんか英語やけどなんかよくわからんって言うけど、別にたわいもない普通の人やな。自分、彼氏とジェットコースターに今から乗ってわーってか言おうだけど、顔がね、彼女が友達になってくださいって言うわけ、別になっちゃうことはないっちゃうけど。内容したところじゃん。あ、OK わかるよ。でめっちゃほらアクセス数めっちゃ多いじゃん、このさっちゃん、この普通のこのカナダルなのに、とりあえず普通の自分なんじゃん、普通の生活を増しとおしゃべりたいんだけど、そうなのたまごらんちゃんで、ね、すぐお友達になるけど、今別に何も問題ないけどお友達になっちゃうでなんか全然話が違ったけど、この間急ちょっとログにネタがなかった日やけん、イさんの話だった。見てほらこれめっちゃアクセス多いっちゃ、あのこれあの韓国の一番人気のある王様の今あのあれがありゅうちゃんね、 BS でね、でこれイさんなんやけどさ、だからこのイさんってこう言ったらほらこうやってこうやって出てくるけど、私が出てくるっちゃのね一緒にね、だけのことは言ったらちゃんとこのコメントがこんな入ってきたりするっちゃ、要はこれと一緒、こうやって自分直接仕事と関係ないことをこうやって紙媒体にこうしてこうやけんあやけんってしましょうやない、こうやってそれの動画版みたいなもんなんですよ。インクルージョンとかさ、本当に仕事の話をやつはアクセスが少なくって、ほらほらほら少なくって、あの遺産が78っていうのがちょっとやっぱねそういうことだよなと思いました。いやだってイさんよりも無難の無用感は、まあ、コメントはいっぱいブログに入ったっちゃけど、イさんのアクセスイさんがあれだけ人気があるっていうのがよくわかりました。あ、だけん韓国の人からもアクセスが多いって、うん、じゃあだけこっちで言えば何の、あ、そうそう、だけ例えば日本の歴史の中で言えば坂本龍馬みたいな、いや全然違うよ、立場は違うけどね、っていうぐらいその韓国の歴史 あの王様の中で一番人気のある、一番過酷な、あのなんせその時王様やったおじいちゃんがね、自分の息子がその謀反を起こすとって完全に感じ、周りのあのなんかね、ノロン派とかいうようなあの派閥があって、そこの人たちからその言いくるめられてというか、あの自分の息子があのなんかね逆賊っていうか、あの王様にあの忠義を尽くすような動きを知らんっていうのを揺れられて、もう完全に勘違いして米びつの刑とかでね。米びつの中で要するにずっとその餓死させるような刑があるって、でそんなで亡くなってしまうんだけどさ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、ということで、あのすいません、あのジャンポール・ゴルチェのあのボンテージがのあの衣装が出るのはシックスセンスではなくてフィフスエレメントです。それとあのいきなり肋骨のことをいきなり私はあのスケルトンとつぶやいてますが、すいません、リブの間違いです、失礼いたしました。今日も一日よろしくお願いします。JR 福奥豊線春町駅より徒歩1分、春町質店。